はいどうも、皆さんこんにちは、アキトです。集合論の第5回目で、今回は左集合、補集合ということで見ていきたいと思います。前回和集合、共通部分に関して見ていきましたが、今回はその続きの話で、2つの集合があった時にその左集合というものを考えることができ、またある集合に対しその補集合というものを考えることができますので、今回はこれらの話をしていきたいと思います。まずはこの左集合、補集合の定義を見ていきたいと思うんですが、定義で、じゃあまずは括弧1番でこの左集合の方の定義を見ていこうと思うんですが、 A と B っての集合として2つの集合があった時にその左集合というものを考えることができるんですが、それをこんな感じで斜め線を引っ張って表すんですけど、これの定義としては X たちで、条件としては A に含まれていて、なおかつ B には含まれていないもの、それを取りましょうということで、このような記号っていうのを用意してあげて、これのことを A と B の左集合というふうに言いますよと。つまり A の弦から B の弦っていうのを除くみたいな、まあその引き算みたいなことを行うので、こういうふうに左集合というふうに言いますが、これ引き算のように A-B みたいな感じで表すことも多いですが、こっち側の表記だと、例えば A とか B とかの中で演算、足し算、引き算みたいなのが定義されている際に、この A-B っていうものをよく、この A に含まれているような弦と B に含まれているような弦たちを考えて、その A-B というようなものを取ったような、そんな集合みたいな感じの時に、こういうふうに表すこともありますので、ここでは左集合において A-B というような表現ではなく、こんな感じの斜め線引っ張ったような、こっち側の表示を使っていこうと思います。今度は定義の括弧2番で、全体集合というものを考えたいと思うんですが、これ何かというと、常にとある集合 X の部分集合を考えるよと、そんな状況っていうのを考えたいと思います。何か集合を考える際に、もう常に X の部分集合しか考えないよ、このような基礎になるような集合 X みたいなのがあるときに、この X のことを全体集合というふうに言いますよと。例えば実数っていうのを前提としたときに、有理数か無理数かみたいな話をするときには、実数全体の集合っていうのがこの全体集合にあたり、例えば整数全体を考えて、その中で偶数か奇数かとか素数みたいな集合を考える際には、この全体集合を整数全体の集合というふうにするんですが、何か考える際に前提となるようなそんな集合、その基礎となるような集合 X のことを全体集合というふうに言います。これ全体集合とか、あとは他の言葉で普遍集合というふうにも言ったりしますが、まあ、これは基本的には全体集合というふうに呼んでいこうと思います。続いて定義の括弧3番で、じゃあこれで補集合というものを定義したいと思うんですが、前提としては全体集合 X というふうにした際のものではあるんですけど、よくその補集合を AC みたいな感じで表すんですが、これの定義っていうものを全体集合から A っていうものを除いたこの左集合っていうのを考えるよと。要するに A に含まれていないようなそのものたちっていうのを集めてこよう。これのことを A の補集合というふうに言います。高校数学ではこの補集合のことを A の上にバーをつけて表したりすることも多いかと思うんですが、大学数学ではこのバーをつけるというような表示っていうのは基本的には行わず、特にこのバーをつける際には平方を表す際に使うことが多くて、例えば位相空間における平方だったりとか、あとは大数学だと大数平方みたいな時にこんな感じでバーをつけて表すことが多くて、あまり補集合の意味でこういうふうにバーをつけることっていうのはあまりないので、このバーっていうのは使わずに右上に C みたいなのをつけて表すことが多いんですが、この C っていうものは補集合の英語コンプリメンタリーセットの頭文字 C っていうのを取って、よくこんな感じで C をつけて表します。こんな感じで左集合、全体集合、補集合の定義を見ていきました。一応イメージとしてベン図を書いておこうと思うんですが、まずは左集合に関してなんですけど、これは2つの集合 A と B っていうのがあった際に、じゃあこの左集合、こういったものはどこかというと、 A の中で B を除くよと、すなわち A の中にあるんだけれども B には含まれていないようなこんな部分を表しましょう。こういったものが A と B の左集合というふうになります。続いて括弧2番の全体集合なんですが、もう基本的にはこの世界しか考えないよみたいな時に、すなわちこの X という集合に対し、もうこの部分集合しか考えないよ、全部をこの中で考えていこうねっていう時に、この全体集合というふうに言って、この括弧3番で、じゃあ何か集合 A っていうのは全体集合に対しその部分集合っていうのを考えてあげるんですが、この全体集合 X から A に含まれているものを除きますよと、その左集合を取りましょうということなんですけど、この AC、A の補集合っていうものは、まあ、要するに A に含まれていないようなそんなものたちですよと。すなわちこのベン図で言うと、この部分 A の外側にあるような部分っていうのを A の補集合というふうに言います。ではこれらの例を見ていこうと思うんですが、例として例えばじゃあ括弧1番左集合の例なんですが、
じゃあ A っていうものを、じゃあ1、2、3というような集合、B っていうものを3、4、5というような集合というふうにして、まあ、イメージとしてベン図を書いてあげると、A と B に対し、1、2と3っていうものが共通分に含まれていて、あと4、5みたいなのがあるよと。この時、A と B の差集合っていうものは、これは A から B を除きましょうということで、1、2というふうになりますよと。これは左と右ってのはちゃんと区別があって、B 斜め線 A みたいな感じで書いた時には、今度は B から A を除くよと。3、4、5の中から A に含まれているものを除くので、この場合は4、5みたいな感じになるんですが、このようなものが差集合になります。じゃあ今度全体集合や補集合に関して見ていこうと思うんですが、一応この X っていうのは全体集合という意味なんですけど、例えば、じゃあ全体集合を実数全体というふうにして、このような状況を考えた時の、じゃあ有理数全体の集合、Q のその補集合っていうのを考えてみたいと思います。前提としては実数っていうのを考えてあげて、その中で有理数じゃないようなもの、実数の中で有理数じゃないようなものっていうのを考えてあげると、つまりそれっていうものは無理数ですよと。すなわち、無理数全体の集合っていうものが、この時の Q の補集合というふうになります。で、今度括弧3番で、じゃあ全体集合っていうのを複素数全体の集合というふうにしたいと思います。で、この時の、じゃあ Q の補集合っていうのを考えたいと思うんですが、じゃあこれはどういうふうになるのかというと、さっきと違って今度は前提として複素数全体っていうのを考えますよと。その中で有理数じゃないよというふうに言っているんですが、じゃあこれとしては、X ってものは無理数ですよというような、そういった条件を満たすものに関しては当然 Q に含まれていないんですが、これだけではなくて、もしくは、この X ってものは虚数であるよと。こういうふうに上との違いが現れます。全体集合を C というふうにしたときに、Q の補集合っていうものは、無理数または虚数というような条件を満たすような、そんなものたちの集まりというふうになりますよと。つまりこの括弧2と括弧3で同じ記号、QC というふうな感じで表してはいるんですが、この QC というものは、Q が決まれば初めて決まるようなものではなく、全体集合と、あと Q っていうのを決めてあげて、その補集合というものは定まりますよと。こんな感じで全体集合を変えてあげると、この QC のものっていうものは変わってくるので、この補集合っていうのを考える際には、あくまでも全体集合っていうのを決めてあげないと、1個に決まるものではありませんよと。こういった注意点があります。イメージとしてベン図を書きたいと思うんですが、まあ、全体集合として、じゃあ複素数全体の集合っていうのを考えますよと。で、その中に部分集合として、実数全体の集合、R というものがあり、で、その中に、有理数全体の集合 Q というものがあるんですが、この全体集合を R、実数っていうのを前提というふうにしたときに、じゃあ Q に含まれていないということは、有理数じゃないような実数ですので、無理数というふうになりますよということなんですが、この前提っていうものを R より広げてあげると、Q に含まれていないものっていうものは、他にも登場する可能性があって、例えば複素数みたいな感じで広げてあげると、Q に含まれていないというふうに言ったときにも、ここまで加わりますよと。要するに実数にも含まれていないようなそんなものたちというのも加わって、つまり実数じゃないような複素数、それっていうのは虚数ですので、全体集合 C というふうにした時には無理数または虚数、そんなものを満たすような X たちの集まりっていうものがこの Q の補集合というふうになります。では今の差集合や補集合に関するプロポジションっていうのを見ていきたいと思います。続きのプロポジションでプロポジション3番ということで見ていきたいと思うんですが、じゃあこの差集合とか補集合とかにおいてどういった性質があるのかということなんですが、いくつか見ていくと、まあ、全体集合っていうものは A っていうものと、あとは直和で、この直和っていうのは前回定義しましたが、それと A の補集合、一応記号としては X の全体集合というふうにして、 A はその部分集合ですよと、そういうふうに見ているんですが、全体集合っていうものは A と A の補集合の直和というふうになりますよと。こういった性質が括弧1番で、括弧2番、じゃあ A の補集合の補集合っていうものはA になりますよというような、こういった性質があって、これが括弧2番と。括弧3番、A が B の部分集合であるよと。これと同値な条件として、補集合の形で書くと、A の補集合と B の補集合っていうのがあって、こうやってのは逆向きになるよと。この方眼関係が逆向きになって、B の補集合が A の補集合に含まれているよ。これと同値になるよというのがこの括弧3番。で、括弧4番、前回の和集合や共通部分に関して見ていきましたが、この和集合の補集合っていうものは、この A の補集合と B の補集合の共通部分というふうになりますよと。同様に、共通部分の補集合っていうものは、補集合同士の和集合というふうになりますよと。
こういった性質があって、これはド・モルガンの法則というふうに呼ばれているような、まあ、そういったものではあるんですが、こんな性質があって、これが括弧4番です。左集合や補集合に関してこの括弧1から括弧4までの性質がありますよと。これがプロポジション3番になります。ではこのプロポジション3番の証明に関して見ていこうと思うんですが、なぜこれが成り立つのかというと、まあ、全部ほとんど明らかであるんですが、一応見ていくと、まず括弧1番で A と A の補集合の直和っていうものが全体集合というふうになりますよということなんですが、これは直和の復習も兼ねて、直和ってどういうものだったのかというと、基本的には和集合を取ったもののことでした。じゃあ A と A の補集合の和集合っていうのを考えてみたいと思うんですが、こういったものは A に含まれているものと A に含まれていないものたち、それを全部集めてくるので、まあ、それは当然全体というふうになりますよと。A に含まれているものと含まれていないもの、両方とも集めてくると、それは全部というふうになるよと。なので、X っていうものは A と A の補集合の和集合というふうになるんですが、この直和っていうものは、ただの和集合ではなく、共通部分を考えてあげたときに、それは空集合というふうになっているときに、こういうふうに表すわけでした。じゃあ今回共通部分を考えてみたいと思うんですが、A に含まれているもの、かつ A に含まれていないもの、まあ、そんなものってのはないので、この共通分っていうのは空集合になりますよと。じゃあこれは直和の定義で、共通分は空集合の時にこの和集合のことを直和というふうに書きましょうということでしたが、今回はその条件を満たしているので A と A の補集合の直和っていうものが全体というふうになりますよと。これで括弧1番示すことができました。今度は括弧2番で補集合の補集合を取ると元に戻りますよということなんですが、補集合ってものは含まれていないものたちってのを集めてくるよと。含まれていないようなものたちに含まれていないということは含まれているよと。要するに2回否定すると元に戻るよということなんですが、じゃあこれ集合として等しいよということですので、じゃあ X っていうものが AC の補集合に含まれているということと、ゴールとしては A に含まれている。これが同値であるよということが言えれば、この等式は言えるんですが、じゃあ X が A の補集合の補集合に含まれているというのはどういうことかというと、こういったものは C を取ったものに含まれているということは C の中に含まれていないよと。要するに A の補集合に含まれていないよということなんですが、 A の補集合に含まれていないというのはどういうことかというと、この補集合っていうものは A に含まれているものを除いたもの、 A に含まれていないようなものに含まれていないよということですので、まあ、こういったものは要するに A に含まれているよと。A に含まれていないようなものたちの中に含まれていないということですので、2回否定したら元に戻るよと。結局 A に含まれているよということで、これでこれとこれが同値ですよ。すなわちこの集合として A の補集合の補集合というものが A に一致するよということが分かりました。では今度括弧3番に関して見ていこうと思うんですが、 A が B の部分集合であるよということを同値として、 B の補集合が A の補集合に含まれているよということなんですが、A が B の部分集合ということは、A に含まれているものは B に含まれているよということなんですが、それっていうのはつまり B に含まれていないものっていうのは A に含まれていないよと。要するに対偶の関係ですよということを表しているだけなんですが、一応その通りで見ていくと、まず A が B の部分集合であるよということは、これ条件の形で書くと、A に含まれているんだったら B に含まれているよと。これが真であるっていうのが A が B の部分集合であるよということの定義でした。じゃあこれの対偶を取ってあげると、じゃあ B に含まれていないんだったら A に含まれていないよと。対偶を取ってあげると、こっちに含まれていないんだったらこっちに含まれていないよということで、こういうふうに言い換えることができるんですが、じゃあ B に含まれていないということは補集合に含まれているよと。だったら A に含まれていないということは A の補集合に含まれているよと。じゃあ B の補集合に含まれているんだったら A の補集合に含まれている、こっちに入ってるんだったらもう一方に入っているよっていう時に部分集合であるよというふうに言ったので、 B の補集合っていうものは A の補集合の部分集合であるよ、このことを確認することができ、これで括弧3番がおしまいです。続いて最後の括弧4番に関して見ていこうと思うんですが、 A または B の補集合っていうものは A の補集合と B の補集合の共通部分と一致しますよということなんですが、 A または B どっちかに含まれているっていうのを否定すると、両方に含まれていないよということですので上側の方が言えて、下側も同様なんですが、両方に含まれているってのを否定するとどっちかには含まれていないよ、それを表しているので、まあ、ほとんど明らかであるんですが、まあ、とりあえず今集合として等しいよということを言いたいので、じゃあまず上の方を言いたければ A または B の補集合に含まれているよというふうにして、
ゴールとしてはこれが同値な条件として、じゃあ A に含まれていないかつ B に含まれていない、 A の補集合と B の補集合の共通部に含まれている、この条件がこの条件と同値であるよということが言えれば、集合としてこれとこれが一致するよということが言えるわけです。じゃあこのなんとか C に含まれているということは、結局 C を取る前に含まれていないよと、 A または B に含まれていないよということなんですが、 A または B に含まれているっていうことが A に含まれているか B に含まれているかということなんですが、それを否定しているのでどっちにも含まれていないよと、どっちかには含まれているってのを否定するとどっちにも含まれていない、なので A に含まれていないかつ B に含まれていないよと。で、含まれていないということは補集合に含まれている、 A の補集合に含まれていて、なおかつ B の補集合に含まれているよと。つまり A の補集合と B の補集合の共通部分に含まれている、すなわちこれで言いたかったことが言えて、結局この条件とこの条件は同じなので、集合の等式として A または B の補集合と A の補集合と B の補集合の共通部分が一致するよ、これ前半の方がおしまいで、後半の方に関しても同様にして、じゃあ A かつ B の C に含まれているということは A かつ B に含まれていないよと、要するに両方に含まれているっていうわけではないよということですので、どっちかには含まれていない、 A に含まれていないまたは B に含まれていないよと、両方に含まれているというのを否定しているのでどっちかには含まれていないよということで、こういうふうに言い換えができるんですが、すなわち A の補集合に含まれているか B の補集合に含まれているよと、すなわち A の補集合と B の補集合の和集合に含まれている、結局この条件とこの条件というのは同値ですよということですので、集合の間の等式として A かつ B の補集合というものが A の補集合と B の補集合の和集合に一致するよ、このことを確認することができ、これで括弧4番ド・モルガンの法則を証明することができました。はい、ということで今回は集合論の第5回目で差集合と補集合、その定義や例と、あとはその性質に関して見ていきました。ここから先また集合論に関して続きの話をしていこうと思います。今回はここら辺で。また見てください。バイバイ。